1965年ニューヨーク空中衝突事故はアメリカ合衆国国内線の旅客便であるイースタン航空853便とトランスワールド航空42便がニューヨーク上空で衝突した航空事故である42便は緊急着陸に成功した一方853便は不時着を余儀なくされ4人の死者が生じた1965年12月4日 イースタン航空853便は、ロッキード 1049C スーパーコンステレーションで運航されており、ボストンからニューアークに向かっていた。853便は、ニューヨーク上空を高度1万フィートで飛行していた。この時トランスワールド航空42便のボーイング707も、ニューヨークのジョン F ケネディ国際空港に着陸するため高度1万1000フィートを飛行していた。に、 軽機飛行方式で飛行しており、高度差が1000フィーとあったため、衝突する危険性は全くなかった。この時、両機は雲の上を飛行していたが、853便の機長は、正面から別の雲の雲頂付近を飛んできた42便が同じ高度で飛んでいるものと錯覚した。そのため、853便の機長は回避を試みて急上昇したが、 引き上げから10秒後の午後4時19分に空中衝突した。この衝突で42便の左主翼は第1エンジン付近まで3分の1がもぎ取られたが緊急着陸に成功し乗員乗客58名に怪我人はいなかった。一方、853便は右水平尾翼と右垂直尾翼をもぎ取られたため操縦不能に近い状態になった。 機長はエンジンの水力操作で機体の制御を行い、ニューヨーク郊外のノースセーラムの原野に不時着した。設置の際に、左主翼が樹木に接触しもぎ取られたため、火災が発生したが乗員乗客54名のうち50名が緊急脱出に成功した。だが、残りの4名は犠牲になった。犠牲者4名のうち1人は、機体が停止する前に衝突でできた穴から、 機体の外に逃げようと飛び出したために死亡し、唯一の乗員の犠牲者は最後まで機内に泊まり、乗客の脱出の手助けをしていた機長であった。ありがとうございます。